はい、次にご紹介するのはこちら、職業ブックライター、この本なんですが、この本はもうまさに本作り、出版するということについて学ぶには最適の一冊なのではないかと思います。この中で学べるのは、まず出版社とはどういうものなのか、そして編集者さんとはどういうことをしているのかということが、学べたのがとても良かったと思います。で、この中で、改めて学んだのが、出版社というところがどのようなリスクを、大きなリスクを負いながら本を出しているのかということに改めて気づかされたということと、編集者さんが本を作るために著者の方とパートナーシップを組み、どのようなことをしているのか、そして一緒に本を作り上げているのかということが、とても学びになりました。そして具体的な本作りのノウハウなども載っておりますので、これから出版を考えている方にとっては必読の一冊と言ってもいいんじゃないかと思います。ぜひ読んでみてください。以上です。